ヘンリー・パーセルはバロック時代におけるイングランドの作曲家。イタリアやフランスの影響を受けつつ独自の音楽を生み出した最も優秀なイギリス人の作曲家の一人として知られている。弟にダニエル・パーセルがいる。生涯に残した曲はおよそ800曲以上あるが、どれもエリザベス朝時代のイギリス音楽が持つ諸要素と彼が取り入れたイタリア・フランスの風がうまく融合し、 自由奔放な彼独特の世界観を醸し出している。ヘンリー・パーセル・イングランド共和国のウェストミンスターに生まれる。少年期については資料が残されていないため、はっきりしないが、1667年前後に王室礼拝堂に付属する少年聖火隊の一員となり、聖火隊長のヘンリー・クックとペラム・ハンフリーから音楽の指導を受けたという。そこでは、 自国の作曲家の作品をまず学び、ハンフリーのフランスとイタリアから影響を受けた音楽様式からパーセルは多くを吸収したらしい。1673年に15歳で編成期を迎えたため聖歌隊を退いて、同年6月に王室の楽器管理を担当していたジョン・ヒングストンの女子として1年間ほど務めた。翌1674年には、 ウェストミンスター寺院のオルガン調律師に任じられ、同時にオルガニストとして務めていたジョン・ブローに指示している。また社府係をしながら、ウィリアム・バード、オーランド・ギ・ボンズ、トマス・タリスなどの作曲家たちの作品の研究していたが、これらを通して古い音楽の伝統を身につけていた。なお作曲はこの頃からしていたとされるが、初期の作品はほとんど紛失している。 1677年にマシュー・ロックが没し、18歳のパウセルは彼の後任として王室の弦楽合奏隊の専属作曲家に就任する。この弦楽合奏隊はチャールズ2世がフランスのルイ14世の24のバイオリンに習って1660年の王政復古の後に宮廷に設置したもので音楽を好んでいた。 チャールズ2世がパーセルの才能を見抜いて抜擢したとされる。1679年には、ブローの公認として、ウェストミンスター寺院のオルガニストに任命され、年俸とともに家も対応されるなど、音楽家としてのキャリアを本格的に始めた時期でも、あった。1680年、ロンドンに帰還した、チャールズ2世のための祝賀音楽をはじめとする一連の歓迎歌やオードを作曲し、 また同時に、祝祭音楽や劇場で上演されるための、不随音楽、宗教曲を含む合唱曲などの作曲を通して、名声を高め、不随音楽、テオドシウスなどの最初の大作が生まれたのも、この時期であった。1682年、王室付属礼拝堂の3人のオルガン奏者の1人に選ばれ、1683年1月には、ヒングストンの死に伴い公認として、 王室の楽器管理職に就任するなど養殖を兼務し、彼の名声はさらに高まっていき、多忙ながらも充実な生活を送っていた。この年に出版された作品には、12曲からなるファンタジアと題されたビオールのための鳥をそなたや、鍵盤楽曲、音楽の端ためなどがある。1689年、バロック世紀のオペラの最高傑作として位置づけられるオペラ、 ディドとエネアスが12月にロンドンにて初演され、限られた手法で劇的な効果を上げた。1690年以降は一連の舞台作品の創作に力を注ぎ、セミオペラ、アーサー王、妖精の女王、アブデラザール、またはムーア人の復讐など40曲以上を手掛けているものの厳密な意味の歌劇はディドとエネアス一作だけに留まった。 1695年11月21日、体調不良の後36歳で死去。死因は、後世の研究者が推察しているものの、詳細は不明である。死のブローはその死を悼んで、ヘンリー・パーセルの死に寄せる昇華を作曲し、パーセルが勤めていた宮廷の楽器管理の後を継いでいる。母所は職場であったウェストミンスター寺院。パーセルは、 音楽業を世襲させるつもりであったらしいが、6人の子供たちのうち4人は町名に恵まれず次々大のエドワード・ヘンリー・パーセルで途絶えている。創生のため後継者に恵まれず、作風が孤立しているばかりか、批判的全集の発足すら遅れた恵まれない作曲家であったが、死後の新古典主義時代から急速に再評価され現在に至る。パーセルの作品目録番号は、 アメリカの音楽学者フランクリン・ビーチ・マーマンによって作成された Z 番号である。番号は4つに分類され、ZN は新発見された曲、ポーランドズウォテキは鍵盤楽器用の編曲、ZD は偽作、ZS は偽作とそれぞれ分類している。パーセル全集は21世紀に入っても編集作業が続いており、未だ完成していない。 過激劇不随音楽アンセム消化その他、ありがとうございます。